お待たたせししまき、えー、今うはあの日本型移民国家宣言ということで、まあ、皆さんもな、え、ん、ー、のこっちゃっていうのと、いや、興味があるよという方があまり、えー、だいぶまだらになってるやに、私も思いますが、あの実はですね、えー、世界経済フォーラム、あのダブス会議が、えー、先月末から12月の頭にかけてドバイで開かれまして、えー、その ダボス会議の分科、まあ、会みたいな移民に関する世界有識者会議というのが行われましてそこに、えー、まあ日本の代表として、えー、今日お招きしました、えー、移民政策研究所の坂中英則所長がいらっしゃってそこで、えーまあ、日本型の移民というのはこういうのがあるよということを提言され、えー、非常に高い評価を受けた。 とということが経緯でありますで、まあ、少しそのことについて、えー、皆さんで認識を共有しようということもありまして今日来ていただいたということであります。であの坂中さんはあの皆さんの資料の中にプロフィールが出ておりますから詳しくはご紹介しませんがずっと入管で、えー、ミスター入管と言われてこの入管行政をずっとやってきた来られた方です。でまあ、一般的に言うと入管っていうとこうむしろ取締り排除。 という方が強いんですが、その経験を生かしていやもっとこういう形で移民を入れなければということを人口政策と絡めて考えておられる方であります。であのいつものように大門の一時間皆様に、えーえー、あのお聞きいただいてその後質疑という形にしたいと思っております。それでは坂中さんよろしくお願いします。 ただいま紹介いただきました。坂中と申します。今日はあのお招きいただきまして、どうもありがとうございます。それではあのいろいろあのあのお話しさせていただきたいと思います。まあ、今からお話しますのは、あくまで私の個人のお持ちの考えです。あの政府の方針ではないですけど、ただこういうことをやるしか、もう日本は生き延びる道がないという信念は持っております。 以前、あの、話をさせていただきます。あの、先ほど、あの泉さんからもお話ありましたように、私、あの。せあの、十一月九日から。あの、十二月二日まで、あの、二十九日あ。あ、二、あ、二十九日から十二月二日まで、あの、ドバイでですね。世界経済フォーラム主催。の、あの、大きな会議があったんですけど、その中の一つ。に、あの。マイグレーションに関する。 世界有識者会議という文化会みたいなものがありましてそこに出席してまいりましたでまあ私がまあなぜああいう席に呼ばれたのかちょっと分かりませんけれども世界からあの私含めて12人の,あの人たちが来ましたこれをこれを取ってたら全部あの世界の移民政策の立案と実行にあたってきた 人たちですあの,難民あの国連難民高等弁務官事務所ナンバー2の人が来てましたけどそ,れその人とかヨーロッパ委員会の移民難民担当の責任者それから世界銀行からこの人はあの統計とかこう国際人口移動のいろんな実態をよく知ってる人ですけどそういう人含めてあの 12, 12名と。 スウェーデンなんかは本省の入国管理局長にあたる人が現職の人来ておられましたしあとフランス人、イタリア人フィンランド人ですかねそれからアフリカからはナイジェリア人それからイギリス国籍ですけれどもケニア出身の人が来ておられましたで合計12ということでした。で あの皆さんご,ご案内のとおりだと思いますけれどもあのリーマンショック以後の世界の移民政策をめぐる状況というのは大変厳しいと、まあ、要するにあのアメリカとかヨーロッパの移民受け入れ国、まあ、国民と移民との統合といいますか共生といいますかそういうことを目指した。 ことで移民を積極的に受け入れてきたんですけれども。世界大不況。のこともあったりして、国民の移民とか難民とか。まあ、およそ外国人に対する感情というのがあまりよろしくないということで。まあ、そういう先進国の方はどうも移民を受け入れるのはどうも。拡大していくのは難しい状況。 でその先ほどのメンバーの人皆さん言ってましたけれどもこれまでやってきた移民政策というのはもう限界に来たと新しいあの移民政策を打ち立てないとと、まあ、20年後を目指して新しい移民政策の理論的枠組みを作ろうということで3日間議論をいたしました。で まあ私はあの3回目みたいな議論回目の議論で途中から参加した形でしたですけど非常に熱心にあの議論をしておりましたですね。であの会議で議論された主なテーマに専門的になりますけどいろんなことを言ってましたけど要は国の枠を超えた新しい移民政策の枠組みとこういうことがまあ一番のメインですけれどもあの彼らの認識はですね移民政策の専門家ですから国際間の 人の移動をですね。拡大するのは世界の経済発展経済成長に資するという認識では一致しております。要するにまあ、受け入れ、国側は移民系列国の側とが送り出し国側、国家はまあ、アジアアフリカ中南米、その他のあの発展途上国が多いわけですけど、そういう雇用機会の少ないところからまあ、先進国といいますか？豊かな国への人の移動を。 受け入れることが双方にとってプラスになってひいては経済世界の経済成長発展に資するとこういう認識なんですけれどもまあそれがなかなか移民受け入れ国と送り出し国のギャ、まあ、ップもありますし利害の反数とかもあるとそういうようなことをどうあのうまく調整しながらいい受け入れシステムを作るかとこういうことをずいぶん議論しておりました。でまああの いいろろここで議論したことは申しませんけど真剣な議論私なんか見てると若干抽象的なあのに過ぎるような議論かなと思ってましたけどしかしあの真剣に議論しててペーパーとしてその世界経済フォーラムの,あのこの移民政策に関するあの提言みたいなのをまとめることをこれからやっていくようでございます。まあ、私もそれに対しして若干の,あの貢献をしたいなと思って でまあ私が実は参加したのはですねこれもう本当に大胆なことなんですけれどもあの私はここの会議でですね私が言ってる「あの大型移民国家構想」というのを彼らに提案してですねコメントとアドバイスをいただきたいということを私特にあのチェアマンに頼みましてですねまあこれ会議の テーマととはちょっとずれるんですけれどもで資料を持っていって私はそれが、まあ、私自身はそれが目標で行ったんですけどで、まあ、この後でももちろん説明いたしますけど、まあ、私は坂中秀則の日本型移民国家宣言というこういう私がこのところずっと考えてた移民政策の日本の移民政策私が考える移民政策そのエッセンスみたいなのを盛り込んだのをですね まあ英文に書きそれからもう,もう少しこう図解したあの分かりやすく書いた資料みたいなのと2つ合わせてあのあの提案して皆さんのコメントを求めたと。でコメントの具体的なことはですね日本が移民国家になることについての、まあ、見解がどうですかとどうお考えですかとこういうこと。もう1つがが日本が移民政策 立案するにあたってあの考慮すべき、まあ、事項というかあの先輩の移民受け入れ国その他あの人のご意見を伺いたということが第2点第3点が、まあ、私は日本型と言ってますけど、まあ、人材育成型というか教育重視型の移民国家の政策提言やってるんでそれについてどう思われますかとこう3つについて、まあ、メールを送ってです、ね、答えを求めたと。 でその,この11人のメンバーとそれ以外にですねドイツ人とかアメリカ人で違う部会ですけれどもあの世界経済フォーラム参加してて関連の日本の移民政策人口問題に関心ある人にもあのそのペーパーをお渡ししてあの提言を求めたと、まあ、そういう人たちから今5人からあのあのあの,あの 提案というか評価提案に対する評価ないしはコメントが来ております。ですこれもあの資料にあるとおりでございますけれどもあのその中でですね私が属してたマイグレーションの,あのチェアマンでございますけどアメリカの移民政策研究所の代表でカーネギ財団のなんかかなり上の方をやったりアメリカのまあ 移民政策の立案と実行をリードしてきた人でそれからヨーロッパの方の彼はあのギリシャ出身だそうですけれどもヨーロッパのいろんな EU のところにも移民政策について随分あのあの立案とか実行に協力したまあ私そ彼が議長として最愛を訴っているところを見てて見識といいこう何て言いますかリーダーシップといい それから本も200冊近い本を書いてると言ってましたが移民のことばっかりじゃないと思いますけどまあ私が思った限りでは世界の移民政策の思想的リーダーなんじゃないかなというで皆さんからの人望もありましたしそういう人ですけどまあその人がですねまあここにちょっと書いておきましたけれどもまあかりの評価というか。 あ,のあなたの論文は私が今まで読んだ移民政策分野のどの論文よりも新鮮で総労力の豊かなものですとなぜなら移民受け入れと社会統合という両立し難いなもを解決しようとしているからですとこういうまああの、まあ、メールでいただいたんですけど、まあ他の人もまだ若干の驚きとそれから、まあ、あの世界の移民政策先ほど申しました行き詰まっているというようなところで、まあ、日本からこういう。 こういう考えの持ち主が出てきたということだったのか、まあ、皆さんから歓迎されたり評価されたということでございます。であとの人たちからもこれからコメント寄せられると思いますけど、まあ、あのそれもいろいろこれから私なんか移民政策の実案にあたっては参考としたりしてやっていこうと思ってます。まああのまあ、こういうい中身のの評価もあったのかししれませんし それから先ほど申しましたように欧米諸国が移民政策に行き詰まっている中で、まあ、日本の場合はまだこれこれからあの新しい政策を白紙の状態から打ち立てていくということですから、まあ、かなり自由にな構想でまあしかもまだ今私の個人的な見解に過ぎないんですけどそういうのを立てれたということもかったのかなと思ったりしてますけどなしはある人が言いますと欧米諸国も本当に。 のの意味での体系的な移民政策なんてなかったんじゃないかなという、ある人が言ってたけど、そうなるかもしれません、まあ、いずれにしましても、あの予想外の,あの評価を受けたということでございます。で、まあ、それでこ、これからいよいよ私も皆さん方に、今日ですね、そんなあのドバイの会議よりは、むしろそその、私が考える移民政策についてご理解をいただきたいということで、 あの今からですねこの日本型移民国家宣言、日本型移民政策がせ日本と世界を変えるという将来のこの資料にもという、これはあのあの外国人のメンバーにも渡したやつでございますけども、まあ、英文もありますけども、日本文の方でご説明したいと思います。でまあ、国際人口移動の政権とこう書いてますけど、 実はですね,そうですね、まあ、お話しする前にですねこの2つの,あの2つの点だけちょっとあの皆さんと認識を共有しておきたいんですけれども例えばですねあのこのもう3週間ぐらい前ですかねジャパンズ・バーデンといって、まあ、ザ,ザ・エコノミストにこんなあの表題の、ね、日本特集が出てるんですよね日の丸があってこう押しつぶされそうになったこう日本人がこう。でこれはあの 一番最初の書き出しがですね、あの日本の未来を,を,を見ようとすればあの夕張を見たらね、日本の未来が垣間見えるなんて書き出しで始まって要するに人口激減とそれから高齢化が合わさったあの、まあ、世界の戦闘規定の日本それに対して日本は何もやってないと。で、あの、 まあ、このエコノミストの編集部の言葉としてはあの日本はあのあのこの人口危機といいますか高齢社会をに対処するために壮大なプランを立てて乗り切るとこういうようなことを提言みたいなことを言ってますけど、まあ、そういうことを言われて、まあまあ、全部そう,そうしなきゃいけない。 夕張みたいなこと全部にはなるよとまあ、夕張も40年前の炭鉱が元気になったときはなんかあの12万人ぐらいの人口あったそうですけど今は1万1000人に減ったと小学校が5つあったのが1つになったとこういうことのようですけどそんなことをこれ書いてますけどその他いろんなこと書いてますまあ、要するに日本が今閉塞状況といろんな問題の根底はもう人口危機 とりわけ高齢化を伴った人口激変これに全部説明できるとこまあここまで書かれててでこれからちょっと2つだけ確,かめたいと確認しておきたいという以後の話に参考ということですけどまずですね人口というのがですね国家と社会と経済をまあ支える基本的な要素というか。 根底にそれがあるというこれはまあ欧米人なんかはもうその発想で凝り固まってますけれども人口というのはもうろん国民ですけれども国民がどん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 減っていくと、まあ、政府の予測によると50年後は今より4,000万人ぐらい減ると9,000万人台と100年後は3分の1になると4,000万人台と150年後はどうなるか分かりませんけどまあ そういう国というのはどういうことかというと要するに国民の数が減っていくわけだから国力はどん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 落ちていくとそう,うと社会というのは人間があっての社会ですから人間がどんどん減っていくわけだから社会はどんどん、まあ、崩壊するか社会なくなっていくとまあ限界集落なんていう国土交通省が何年か前やったんでは65歳以上の人口が半数以上占めるところがなんかあの。 4, 円はそこらあったように記憶してますけどまあそういうところは20年したらそ社会存落がな,くなるとまあこのさっきのエコノミストはあのこの5年間であの地方の村落地方都市から1,000万人の人口が消えたとこう書いてますけどどうこのデータかちょっと分かりませんけど東京とかなんかへ移動するのとそれからあの高齢者が亡くなり新しく子どもが生まれないということからなんでしょうけどまあ 我々気がつかない日本の総人口はそれは満タンでしか減ってませんけれども実は地方の村々町々から人口が5年間で1000万になんて本当に200万が減ったのかという感じですけど、まあ、要するに申し上げたいのはあのあのそれは社会が泣いたないと。で経済もですね経済学者がおかしなことを言うんですけど経済というのは要するに人口をかける所得ないしは消費が基本ですから GDP なんかですね。だから人口が 半減減したり人口どどんどん減るとりわけ生産労働人口が50年間で半減よく稼ぎ手が減るわけですから経済はもうそは成長なんていうのはもうとても考えられないんでだからそこをですねあの経済学者の7割がいて私は日銀の幹部から聞いたんですけど人,が人口が減ったって一人当たりの国民所得は変わらないからいいんだとくだらなこと言ってるけど生産労働人口が半減したら、ね、稼ぎ手が倍稼がなければ。 んしろ倍の生産性の向上でも技術の進歩でもなければ、それは下がるに決まってるんでですねもちろん年金とか社会保険制度なんて全部崩壊ですけどねだからそういうところのですねしかも申し上げましたように高齢化ですから負担面倒見てもらわなければ人たちばっかりが増えて。 支える側がどんどん減っていくと、これでですね。経済が成り立つか、これはもうなら,な,らないんですよ。これもこういうエコノミストに書いてる通りで,ですから。まあ、そういうことが一つ。あの皆さんご理解いただきたいたら、この点をご理解。まあ、日本のインテリ知識にそれを見ようとしないというところも、まず一つご理解いただきたいた。それからですね。一国の人口動態というのはですね。これもあの鎖国時代はいざ知らず。こういう国際移動というか。あの。 グローバル化時代では生まれてくる人の数と死んでいく人の数それと国際人口移動の差ですね日本から外国へ移住する人それから外国から日本へ移住してくる人要するに移民の数この3つの要素でしか決まらないですよこれはもうあのそういうもんでだから私はですね最近 まあこういうのは全く危険とんでもないなと思ってんだけどあの大前健一氏とあのなんかあのユニクロの社長ですかねあの日本の若者優秀な人は外国行けと外国行って外国で稼げととんでもないこと言うなと思ってこれね若い人こそ優秀な人こそ日本に残って踏ん張ってもらうと困るんでむしろそうじゃなくて世界の若者をですね引きつけて意味として受け入れて。 そうしなきゃだ、ね、日本の若者にどんどん出ていけとほら留学へ行って帰ってくるならいいけどんですねまあ要するにあの申し上げたいのは3つで決まるとですからあの人口動態がまあこのエコノミストは書いてますけど50年前はあのきれいなピラミッドですよ1950年はねで2005年があのまあタコみたいな形、まあ、60代が一番多いような2005年ですね。 でまあ、あの20歳以下が少ないとで50年後2 0 5十年後はあのまあ逆ピラミッドとは言いませんけどまあ80歳が一番多くて、まあ、こんな感じで、まあ、90か100まで下の方が小さいと、まあ、まさにもう逆見たピラミッドに近いような形50年後おそらく100年後はもうまさにきれいな逆ピラミッドですよねだからそれは20歳以下がものすごく少なくて 80、90代が圧倒的多い、そういう人口構成って何だと、要するにあの人口の構成、人口動態はです、ね、生まれてくる人と死んでいく人と、それからあの移民というか、移住者の差、国際人口の差で決まると、これはもうあの鉄則だと。これをまず 理解していただいて、私の移民政策ではそこからスタートしているということで、ご説明したいと思います。で、国際人口移動の整形ということですけど、ど、まあここはもう今申し上げた通りで日本、世界の中で日本は歴史上の類のない人口激減社会に最初に突入したと、でまあ、世界、ヨーロッパもそうですし、アジア、あのまあ、韓国は10年したら人口減少社会入ります、日本は以上に少子化ですから、から中国はこれ20年したら人口激減時代、高齢化社会、 あそこは中国は持つかどうか分かりませんけどねとてつもない人口激減に入ります。でヨーロッパもそうですけれどもまあヨーロッパのとりわけドイツなんかそうですけれどもあの日本がこの人口激減社会どう乗り切るかこまあエコノミストもそう書いてますけどねイギリスなんかもそのうちそうなるから日本がどうやるか見ものだというような、まあ、高みの見物みたいなことが書いてるみたいだけどまあだけど 日本が一番最初にこうやるるとと世界はそれに注目しているとアジアもそうですまあそういうことまあ,あのこのエコノミストも書いてますけどそういうことでございます。それから国際人口移動の整形とそうは言ってもですね、まあ、実はあの国際人口移動というのは活発化してるのはもう言うまでもないわけでとりわけあの,あのまあまだ何回言ってもアジアも人口爆発ですしまあ日本。 ドイツイタリアとかああいうところが人口下減になるアメリカとかあのイギリスとかフランスはああいう国は今でもまだ人口増加ですね出生率が2を超えてるんで、まあ、移民受け入れてるからそうですけど。で,ですけどいずれやっぱりあの 人口減っていく時代来るんでしょうね。ああいうあの国もですね。まあそういうことでまあ今言ってます。これ私が申し上げたいのは国際人口移動の正規ということですけれども、日本が移民受け入れるとまあ仮に50年で100万人入れると言ったらこれおそらく50年後今後50年で見るとアメリカに次ぐ移民大国なんでしょうね。例えばあのまあ環太平洋経済連携協定 あのカン・ナウト首相も言ってたけどまあそれはそこに加入するかどうかちょっと別問題としても例えば環太,太平洋経済圏というのはカナダアメリカオーストラリアニュージーランドという移民大国がずらっと顔並べてるんですけど仮に日本が移民受け入れし1,000万人の受け入れとなると私は日本は世界第二の経済大国の地位は下りるとしても世界第二の移民大国になるんでしょうね。 カナダとかオーストラリアなんて小さい国ですから移民なんかあんまり受け入れてたって人口が2,000万とかそんなような国ですからおそらくでヨーロッパというかユーラシア大陸は基本的には移民送り出し国ですよね基本的にはね。まあドイツとかフランスもう何十年50年ぐらいかかってあのドイツの大陸も外国移同者というか移民も。 700万ぐらい受け入れてますけども日本はこれから50年かけてやるとしたら絶えなくなるとでこれはですねおそらく日本にとってももちろん助かるわけですけど世界にとってもこれかなり世界に貢献するということは言えると思いますまあそういうことを言ってますそれからまあ移民受け入れを是とした日本の決意とこう書いてますけど私はですねどう考えてもこれ今まで おそらく日本の歴史をひもといたときに飛鳥時代ぐらいまではあの北方系の人それから中国大陸洋子訪のあのたり流域の方からそれから南の方の島々から来た人がどうも三分割でちょうどうまい具合にこういろんな人が揃って日本列島にたどり着いてそこでどうもあの今月重ねたりなんかしながらこう日本人が形成されていったような。あの ようですね、でその後は奈良時代からずっとまあ日本の統一国家みたいなのになった後は異なる民族がほとんど入ってきてないとこれは稀有な例ですよねイギリスとか他の島国と比べても、まあ、島国であったということとそれから占領とか戦争に巻き込まれなかったということでヨーロッパは戦争ばっかりしてるし征服とかあるですからだからその間はほとんどこう 日本人だけで政治経済社会を運営してきたとで明治維新で開国といっても西洋の文明はどんどん入れたけれども外国人はほとんど入れてませんからであとはもう戦後に来るわけですね戦後もこれたくさんは入れてないと、まあ、1990年の入管法の改正でかなり外国人が入るようになっても今、まあ、220万ぐらいの外国人の人口と。これは1億 2, 万ののうちの 1.7%ぐらいということでまあこれ世界の先進国からしたらまあ10分の1かぐらいの数ですけどまあそういうところで来たとでここへ来てどうしようかということですけど私は一つですねこれ1,000万に入れたら10人1人が外国出身者ということでですね日本人のとはあえて申しませんけど国民のは一気にですね外国出身者我々と違う文化 民族を背負った人た人ちが一気に増えるとまあ要するにあの普通の言葉で一般的に言われてるのは多民族社会になると、まあ、ほぼ日本人だけでこう社会とか国民を構成してたのがですねかなりこうあの多様化するとで例えば言葉なんかの問題で言うと日本語も私,私なんか言ってるのでは日本語を徹底的にあの外国人に対して教えるということですから。 おそらく母国れとまあ英語なんかもかなり話す人がいるでしょうから3国ぐらい話す人が50年間で一気に1,000万人ぐらいとになるとこういう社会に、まあ、これは自動的になるでしょう入れればね。でまあ今の日本社会で日本,日本語以外の言葉を自由に操る人たちが何十万人いるかちょっとわ分かりませんけど、まあ、そういう人が一気に増えると。 要するに社会がかなり多様化して、まあ、新しい日本に生まれ変わるんじゃないかなということですですから、まあ、多様な思考というかそこからいろんな人材も出てくることも期待できますしということを申し上げたいと思います。でまあ私はあえて「新日本文明」と言ってますけどこういう形でですねあのいい形で移民を受け入れればおそらく新しい日本文明というかこの世界のちょっと 例のないような新しい文明が出来上がるんじゃないかなという,という夢みたいなを想像してますけれども、まあ、そういうこともあの今度外国人の前ではそういうことも言ってきたんですけれどもあの私はさっきもちょっと言いましたように欧米ではです、ね、移民受けでうまくいってませんというは彼らは自分で認めてるんで要するに国民と移民との関係がうまくいってないと。 で私は日本人はうまくやれるんじゃないかとまあここで新聞日本文明が必ずハーモニーと言ってますけどまあ,あのオーケストラみたいなこういうですねいろんな人がそれぞれこうあの持ち味を発揮するようなんでこうハーモニーみたいなのはまあ日本は和をもって尊しとなすというのは聖徳太子の時代以来からそういうことまあ 17条憲法の一番前に出てたような国ですからまあうまくそれからもてなしの精神みたいなのあるしそうい,ういろんな人が新しいメンバーの移民が加わっていい国というので、まあ、ちょっとこう,こういうのを若い人のアイデアでこんなん入れてますけど、まあ、そういうことを言ってます、まあ、多様性が増してですねちょっと面白いというか意した国に生まれ変わるんじゃないかと言うかにも今単一色の恋というかこう仲間内だけでこうやってるような。 タフな国民というか世界のと対抗できるのはグローバル時代にとこういうのどうもというような思いもしてますそういうのをちょっと生まれ変わろうということ、まあ、自動的に移民を受け入れたらそうなるということをまあ申し上げたいと思います。 それから移民受け入れを是とした日本の決意ということを書いていますけど、まあ、最近、私はこれ大きいと思いますけど、日本政府は第、ね、三国定住といって、30人足らずですけど、ミャンマーの人、タイにいた人タイのキャンプにいた人を受け入れています。これはおそらく定住というか、これはまさに移民として受け入れた、人道移民として入れたケースですけど、これは一つの、まあ、移民回復に受け取る大きな動きになるんじゃないかなと思っています。まあこういうこと それから日本型移民政策これはですね私はまあ今世界はやっぱ人材の取り合いは熾烈ですよね要するに高度人材を取ろうということでまあ私は日本はそういう取り合いというかそれから日本語の持つハンディーもあることもあってですねこあのアメリカとかイギリスとかああいうカナダみたいな国が強いですよ英語の方がですね。 あのまあ、世界に貫たるこの教育館があると、まあ、大学なんか700ぐらいあったり職業専門学校その他随分ありますだから初等中等教育の体制も整っているとところがもう少子化でまさにそういうところこのすごい教育館もうアジアなんかではもうずばぬけた教育体制ですけどこれはおそらく今後いったら崩壊というか淘汰され さっきの言う場合じゃないけど、5つあった。小学がこの秋には1つになったとこういうことですけど、まあ、おそらくそうなっていくんでしょう。大学とかに及びます。そこにですね。あの移民を入れなしが移民の日本で生まれた移民の子なんかもそうですけど、そこで教育すると育てると日本で高度人材に育てるとですから。まあ、高校向こうのあの本国の高校出た人とか専門学校出たような人たちを日本は受け入れて。 その人たちを育てるとまあ全部奪う奪うというのはあのそれはあんまりあまりにもということで、まあ、7割ぐらいの人はあの日本に就職してもらいあの移民なりゆくゆくは日本国になってもらうとそうじゃない3割ぐらいの人はやっぱり日本で育った人が本国へ帰って本国の社会経済の発展に貢献するとそれぐらいのおおらかなあれでいいんじゃないかなとも思ってますけどそうすることによってまあその移民を送り出してくと 米国と日本との関係もいい関係になっていくというようなことを思ってますけど、まあ、要するに日本型移民政策ではそういう、まあ、優しいと言っちゃなんですけど、欧米人じゃとても出てこないような、で,ですから私は育成型というのは、あえて日本型とジャパニーズス,スタイルとこういうことで言ったんですけれども、まあ、それに対してはあの、この,あの移民政策の世界的権威というか、そういう専門家、有識者からは評価を受けたのは、さっき申し上げたとおりでございます。で んま尿型イミセンがそういうことですけれどもまあ、私はですね。まあ,あ、あのこのあの人口危機の日本ですから、これ当然ながらですね。新しい日本国民を作るというのが究極の目的です。これはまああの,あのまあ、会議の議長も言ってましたけど、移民というのはあの？ニュー ポピュレーションと言ってましたけど要するに新しい人口新たな人口新たな,新たな国民と直結するともう外国人労働者と入れるとか観光客で入れると留学生で入れるそんなんと違いまして要するに社会の一員として入れると将来の国民として入れるとまあそしてそうしなきゃあこのこう人口危機時代の日本にとってはあまりあまりあまりと言わんか やっぱりプラスになるのはそういうそう出う方その方がいい人材が来るしそれからまあ日本に貢献しようという思いになっていただけるとですからあのその議長の人も言ってましたけどそういう出方すればいい人材が日本に来るでしょうという言い方してましたですけどねあの要するに速やかに永住権彼は永住権と言って永住権それから究極的には市民権、まあ、アメリカ流で言えば市民権。 を保障するとそういう国にいい人材が集まってくるとまあそうなんでしょう当然ですね。行ってもどういう扱いを受けるかわからないと不安じゃいい人材が集まってこないということです。まあ、そういうあの移民を日本国で育てる日本型移民ポリシーとこういうことを言ってますけども、まあ、こういうことを考えてます。これはですね今まであの留学生の受け入れでも、まあ、研修生の受け入れでもにはいいかっこいいか本音と立てばやあれ。 日本で育ててです、ね、あの国際貢献だと本国の発展とそんなです、ね、きれいごと言ってる時代じゃなくて日本で育てて日本,国日本の人材として受け入れるとそれは別に何も悪いことしてるわけでは何でもないんでそれがあの発展途上国にもプラスになるし、まあ、日本にはもちろんプラスになるとこういうことでございますこれはもう正面からです、ね、人材確保のためにありとあらゆる手を使ってやると。 そういうことをやらなきゃ。世界に広く人材を求めるということです。ですから、これはもう定住移民として受け入れると。まあ。それから。まあ、この受け入れないな。教育就職援住こういうことですけれども、まあ、これあの？私はこれの日本型移民政策というのは、こういうのが世界に。 あの広まるんじゃないかなと思ったりしますけどねあさっきちょっと言いましたけど世界の移民政策行き詰まってるってこう奪い合ってると高度人材を取り合ってるそういう時代じゃないよということなのかもしれませんしですねまあちょっとあのまあこ日本型移民政策というのが世界に広ま,る広まってもらえばもちろんいいんですけどまあこういうことでそれから日本と世界を変えるいう大冗談で考えていってますけど間違いなくこれね日本が おそらく50年かけて言うと、まあ、アメリカについて移民の受け入れということで世界に貢献することになりますよ移民の中にはもちろん人道移民としての難民なんかも含まれてますけどねこれは世界は高く評価すると思いますよこれはあので日本にとってもプラスなのはグローバル時代を生き抜く国際競争がある日本国民の評価まあそうでしょうね3か国ぐらい話す国民が増えるわけですから。 から人口増加の国内需要の市,市場の新民市あ移民新市場の創出これはですね私はあの最近そういうことを思うようになったんですけどあの移民関連市場今かなり巨大なもんなんじゃないかと見てますあの一千万人の子供が日本人の母親から生まれるよりは一千万人のを受け入れた方が例えば住宅産業とか教育産業 もう自動車とかもうちょい携帯その他もそうですけど、あの波及効果ってすぐんじゃないかなと思ってますけどね。とりわけ教育なんかで、あの日本の日本人の子供って親の家に依い頼いし、車もあるしそんなんでしょうけど、おそらく移民を受け入れた場合の市場というのはとてつもないか。あのあれになるんじゃないかなと。思ってます。これはあの学者の人に研究してもらいたいんですけど、おそらくそうになると思います。それから国内事情。 はもちろんあの移民受け入れればですねまず新鮮なあの生産労働人口が入ってくることは間違いないわけですからでそれとその人たちの,あの市場ですよねその人たちは衣食住からそれといろいろありやりますから移民ですから生活者ですから消費者でもあるしこれの,あのまあなな昔は私も昔かちょっと少し前までは 生産労働人口若いあの優秀なあの人材が確保できないから日本企業は外へ出てるのかなと、まあ、そういう面があったんでしょうけど最近はもう間違いなく国内あの需要の低下国内市場が縮小してるから売れるところあのまあアジア世界に向かって企業がどんどん移ってると買,い買ってくれるところのところでものを作るとこういうことですけどまあ移民市場も含めて それから生産新鮮な生産労働人口が入ってきてそれから移民関連の市場その他で例えば第一産業分野農業とか水産業ああいうところも本当は人さえいればどん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 漁業,業もそうし生産できるんですけどなかなかできないとそれからあの介護とか医療分野もそうですけどもうあの人材人がいないから。 自分のサービスできないそういうところをまず真っ先に移民入れたらいいと思いますけど新しくこれ仕事が増えるわけでですからこの雇用化って随分日本人の雇用よく移民を入れたら日本人の雇用がマイナスそれはとんでもない間違いで移民入れることによって国内市場は新しい市場ができるから間違いなくあの日本国民の雇用も増えますよこれこれはも、ま、う、あ、経済学者に研究してほしいですけど。で まあ世界の方はどうかというとあの日本市場の再構築の新しい投資者が増加かと私いつもだとか2ヶ月ぐらい前だったんですかねあの投資関係の日本人、まあ、外資系の投資株式株,あの株なんか扱ったりして、まあ、日本の,あの,あの株式投資は外国人投資家の方が多いんですけれどもその人たち外国人も含めているところで、まあ、移民とあのまあ,あの 株式市場というかなそんなんでちょっとセミナーでもないか私ちょっと話した時にですねそ30人ぐらい来てたんですけど皆さんがですね外国人投資家に話聞くと移民受け入れたら日本は買いだと皆さん言ってるとこう言ってるんですよね。どういうことかというとです、ね、あのさっきちょっと冒頭お話し,しましたように人口の減る国は内需がどんどんしぼんでいくからそういう国は個々の企業が黒字だろうが。 世界から金稼いでるがそれは売りだとこういうのはもう欧米の投資家のもう信念みたいなもんだしんですよね。でまあ要するにあの移民を入れる移民開国宣言して移民を受け入れるとこうやれば、まあ、生産労働人口が増えそれから移民関連市場が形成されるということで国内の市場が 拡大するだろうけどまあとてつもない勢いで人口が減っていくわけだから経済自体は縮小するけれどもです、ね、それにしても新しい国の生き方みたいな国の方向みたいに見えれば買いだとこう言ってましたしね私もあの外国系のあのあのあの投資会社で一回セミナーで去年一昨年ぐらいから話した時も言ってましたしね。 日本政府が移民開国宣言すれば一挙に投資株価千1,000円ぐらいはもっと上がるよとで上昇に向かうよとこう言ってましたけど、まあ、私は今の,あの2万ク以後の,あの株投資の見ててもあまりにも日本の経済は過小評価しているしすぎじゃないかなと思ってますけどもこれは何と言ってもやっぱり人口減から高齢化少子高齢化これがですね 大きく響いてるんだと思うんですけどね。要するにもう銀行が減るところは売り,売,り売りじゃない。買いだとだからインドとかあの中国はですね。あれ、あの例えば赤ん坊が生まれるだけでですね。何百万の赤ん坊が生まれるその人たちは稼ぎつ。でも何でもないけど、消費者ですから、それだけであの成長率。まあどれかどれくらいか寄与するんですよ。日本は逆ですからね。だからまあそういうことを。あの人口と。 経済との関係を見てる人からすると移民人口すなわち将来の国民が増えるということは買いに向かうとこういうことですね皆さんそう言いますから、まあ、そういうことも頭に置いてくださいそれから移民送り出し国と緊密な関係工事これはですね発展途上国いか移民送り出し国と日本の関係というのはすごいいい関係になることは間違いないですねこれはあのまあ私は移民外交なんていうことを 外務省出先があんまり大した仕事をしながらそうやれとこう言ってるんだけど要するにそこからですねいい人材をスカウトして日本の日本にあの日本の学校に入れたり日本の就職先を支援するこういうのですよでそういうことがですねその国とのいい関係これは安全保障にも外交にもプラスになるし安全保障にも信頼関係。 そしてですねおそらく1,000万人の人世界からバランスよく取ればそれぞれ世界の国とずいぶん緊密なな関係になりますそこの親族なんていうのはおそらく日本に観光でどうと来るでしょうしその人たちもまた音楽と関係密接にあるしですからそれからです、ね、自国民何し自国民の出身者が、ね、あのいる国なんかと、ね、戦争なんか起きないですよ。 まあだからま、あまあ日本なんか憲法もあるしその戦争なんかしないかもしれません要するにあの安全保障上もいいしまあ外交関係はよくなるとこれはもう移民,か移民と移民受け入れ国と移民送り出し国というのはすごいいい関係になるとこういうことです。まあ、あと、まあまあ、私、移民政策研究所のことはまあちょっと省きます。で まあそういうあのことであのあの今これをですねまあ私はこういうことをずっと言ってるんですけれどもなかなかあの理解者支持者はあんまり今は出てこなくて、まあ、むしろ世界の方とかワシントン・ポスなんかが2回ぐらい大きく取り上げていただいたりしたりして世界の方では評価されているけどそう日本じゃ。 理解されてないなでも私は根底には日本人というのは本当に人口が減っていく社会の恐ろしさ大変さということを真から理解してないんじゃないかなとそこを理解していただければあの論理的にも必然的に移民ということに向かうはずなんですけど移民の受け入れの是非を議論することすらしなかったのは実情です。で そういうい中でですねまあ実は最近あの,あの,あす、まあ、あの経済界の人たちそれからその他若い人たちこれ若い人たちはこれ100年に1回のすごい革命的なことに私たちは出会ったとこれは是非移民改革に向かってやりたいというような人が11月頃にですね 何私こんな嬉しいことないなと思いますけどそういう人,が人たちがどん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 出てきてほしいと思ってますけどまあそういう人の集まったあの新しいですねあのグループを作ろうということで今あの他の人が動いてますそれはですね平成の移民改革に向けた最近の動きということで別紙5に変えてございますけれどもこういうあのフロンティア・ジャパン構想ということで。 これもう民間人がまずやって声上げて全部外堀も内堀も埋めるようにくことして最後政治の決断を求めるしかないだろうと思っていますもうこれはほら平成まあ菅首相は平成の開国とおっしゃったんだけどまさに明治の開国から戦後のまあ日本国憲法 の制定が昭和の開国なんでしょうか,、ね、だから今度の平成の開国が第三の開国なのか私からすると移民開国を意味してるんですけどこれはおそらく平成の開国どこじゃなくて日本の有史以来の初めての,あの開国でしょうけれどもこれをやろうというわけですからまあ,あのいろんな議論をやって。 国民的議論を尽くし納得いくところまあ私はあの国民と外国人の関係をずっと考え続けてきた人間ですから国民が断って移民賛成ということはならないとしてもですねそうすると移民外国人と一緒に暮らすのはあんまりいいとも思わないけどしかしこれしかないんだったら。 耐えるという国民がですね多くなるようなところまでは持っていきたいなと思っていますであのここにおられる方々はジャーナリストの人で日本の育成のことについては真剣に掲げている人ばかりだと私信じてますのでまあ何とぞこういうことをですね国民に言ってる人間がいるということでご紹介していただきこういう移民改革どうするんだとこれ我々の今のこの世代でですね 子や孫がですね、ちゃんと生きているような国社会を作らなあダメなんで、こう我々まあもう私のは六十五ですけど、まあ残り少ないですけどそれをやろうと思ってますので、鳴人とどあの皆さん方のご協力ご支援ご理解よろしくお願いします。以上持ちません。話を終わります、えー。大変ありがとうございました。 えー、それではです、ね、私の方からちょっとあの、まあ、私もあの専門家ではありませんので、えー、率直な疑問とそれから、まあ、どうなるのかということを、えー、ちょっとお聞きしたいと思います。であのまあ、私も昔、えー、法務省 担当していまあ、政治部だったんで、まあ、大枠ですが入管局も担当しておりましたが、えー、どうしてもあの日本だとその移民っていうことに対してはあまりこうプラスのイメージのネガティブなイメージがみんな多いと思うんですね。で特にあの、まあ、一般的に言うとまあ私の家内なんかもそうですがあの移民っていうとなんかあの変な人たちがいっぱい来て。 そういう人たちが社会を不安に陥れということでという不安ともう1つは日本という国はやっぱり島国鎖国の経験もありどうも外国の人が来るのに適してないんじゃないか、うん、言語も文化も含めて、うん、というようなことが割合と一般常識化しているんですがその辺については現実に入管で見られていてどういうふうにまず思われていましたか、はい。そうですね、まああの そそれは国民の皆さんがうういうお考えがよくわかってますしかしあの本当はですね日本はですね外国人を受け入れる移民を受けるに最も適した国じゃないかなとそういう能力を十分兼ね備えた国民というのは日本人じゃないかなというのを私はですね世界の外国人の受け入れのことをいろいろ見て見たり、まあ、聞いたりした。 それから日本国民の,あの外国人との接している状況、あの具体的な例で見ててで、そういうことを思ってます。これは何も私だけじゃなくてです、ね、私、メディアの外国メディアの人たちからそういうことを聞かれたとき、必ず言うこともあるんですけどね、あの日本はです、ね、受け入れるだけの1000万円受け入れる能力があると鎖国したり、そういうことあってもですね。 私はあの西洋人の人が多いんですけど西洋人の人よりは例えば宗教なんかも見てもですね、まあ、日本は一番まああの文化の根幹みたいな宗教を買ってですねまあ信、まあ、教とか仏教とか根底にあるんですけどキリストなんかでもちゃんとものは受け入れてるようなこういう国は世界にないですよと。だしそれからですねこの 最近ずっとそうですけど私韓国朝鮮人問題もずっとやってたんですけど残朝鮮人の人の,です、ね、あの日本人との結婚相手の日本人が9割ぐらい占めててです、ね、昔は少なかったんですけどもうあのあの朝鮮人の人と日本人の結婚なんてはどんどん増えて当たり前の時代になってるとそれからあの黒人白人あの、まあ、アジアの人との国際結婚にはどん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 増えてます。こういうい国は 例えばあのドイツなんか、ね、トルコ人ずいぶん入れてますけどドイツ人とトルコ人の婚姻率なんて以以下下もちろん以下ですよそれからイギリスもですね例えばパキスタン人なんかずいぶん入れてますあ植民地支配してた関係もあってだからパキスタン人とあのイギリスの婚姻率もこれも1%以下それからアメリカはもう本当世界を代表する移民国家ですけど。 あの白人の有色人種との婚姻率なんていうのはこれも私が聞いてる限り8%ぐらいとこれ19 19002008、まあ、年の統計かな。だからそういう中でね日本人はどうもですねこれ鎖国したりそれから多民族がにあの戦略されたあの殺されたり皆殺しされたりまあ 征服されたりしたこともなかったということで確かに外国人と接しないからあの不安みたいなのは持ってる国民多いかもしれませんけどしかし外国人に対する恐怖感とか嫌悪感はないんじゃないかなというのは私仮説みたいなの持ってるんですけどね温室育ちだけどしかしあまあよそから来た人を、まあ、あの温かく迎えるとかもてなしの精神とか和を持って接するとかそういう気持ちを持ってるこんな。 日本人はで,す、ね、で私はまああの仕事から残事が国の随分友達いますいろんなあの黒人も白人もアジアの人もいろんな人いますけど皆さんあの日本はいい国だと言いますでだから私はですねむしろヨーロッパの国アジアの国、まあ、中国とか韓国なんかみたいに中国中華思想みたいなそんなないし。 自国民が一番立派だとかなインド人も大体そういうところありますけどねだから日本はですねうまくいくだろうと思ってますあのこれですからまだ自信持てばいいと私は思ってます。わかりましたあのそれにちょっと関連すするんですが、まあ、つい えー、我は私もちょっとこの議論をあのやったことあるんですが日本が移民を大,大量というか、まあ、1000万というか、まあ、当面何百万という話でしょうが受け入れるという時に。えー 多分皆さん考えられるのはどういう方が来られるのかだろうと思うんですね。それで一般的に言われるのはそうするとなんか中国の人ばっかり来るんじゃないのとかうん、うん、え各国の人ばっかり来るんじゃないか、まあ、今あの銀座の4丁目行きますとあの中国語と韓国語が飛び交っているという状況ですねそういうことに対するある種のある種の忌避する意識っていうのがあるんですが、うん、例えばですねそのアジアあるいはもちろんインド人それから 欧米人というようなことをバランスよくこう移民として受け入れる方策というか現実具体化の方策というのはあるんでしょうか、うん、まああると思います私はですね今あの入管法という入管法の世界で入れてるわけですけどそうじゃなくて移民法というのを新しく作ってやればですね世界各国からあの国籍とか民族的公正みたいなのをバランスよく取るそういうシステムを やれると思だ、まあ、あの移民受け入れ国は全部そうしてますからで例えばアメリカなんかはあの年間のです、ね、ある国籍の人については2 2万5千人ぐらいいを上限に,上限にししてて入れるととかいうことをしてますで私もこの前のドバイでの会議でも「あの坂中さんあの世界のどこから入れるんですか?」と「どこの国から」とこういうことアフリカ人の人が聞かれて「いや世界中から入れますよ」とバランスよく。 でこれはです、ね、将来の日本国民を決める話だから私はあのあの年,中年,年間の国籍別受け入れ数というのをです、ね、ある程度定めてそれで国会の承認事項にしたするべきだと思ってますけどね国民の代表である国会がに決めていただくと。で これはですね世界からいろんな民族いろんなあの国籍の人を入れた方がいいに決まっているのはそ,ううそれぞれの国と仲良くできるしでそういう多様な存在を受け入れた方がですね世界に対して存在感も増すしそれからあの日本とてもプラスでその2つの関係もいいしそれから国民が多様性に富むんでまあ,あの特定の国の人がかなりのしめると。 まあち,ま、ちなみにです、ね、今はです、ね、220万人はです、ね、かなりバランスよく入れてるんですよ、まあ、中国人が67万人ぐらいで一番多いんですよ韓国人がまあおそらく60万近いんでしょうそれからあのブラジル人が30万ぐらいそれからフィリピン人の人が20万人ぐらいそれからアメリカ人がまあ10万は切ってると思いますけど西洋人もいます。で最近はどうもあのアニメなんかの影響で フランス人とかスウェーデンの人が自分留学とか中で来ているようですしですからあの私はあのイスラムの国もいいですしアフリカもいいヨーロッパもいい南米もいいもちろん黒人白人夕食人、全部いいとそういう国民にならないとだめだと思ってますけどね。はい、わかかりました、えーと。もう一点、最後私のの、らですね、あの まあ先ほども出ましたが、えー、基本的にもすごく分かりやすく言うと、まあ、労働力として出来合いに近い人18歳とか16歳とかっていう方を多分、えー、来ていただいてそして最終的には帰化して日本国民になっていただくと、まあ、そういう発想がまずあると思うんですが、えー、そのためには相当程度のですね教育のための予算施設、うん そして宿泊地等が確保するということが必要だと思うんですね。それに大体どのくらいの,その予算という負担になるのかもちろんその後は働いていただければそれで返していただけると、うん、そういうこととこれ,まあこれは私ちょっと取材して感じたんですがこの問題っていうのは入管局だけでなくて。 えー、いろいろな他省庁それこそ厚生労働省から警察庁、うん、治安の面でということで他省庁にわたってかつその中で言うと何ていうのかな狭間に沈むような部分が非常に多いということで、うん、現実化していくとき先ほどあの民間として声を上げるとおっしゃいましたがそれを現実化していくためには省庁のシステムがある程度有効的に機能する、うん、でそれをがその環境ができないと多分今のまあ 政治家の人たちは決断しないだろうその辺についてはどういうふうな乗り越え方を考えていらっしゃいますか、うんうん、ねえそれいやおっしゃる通りなんですけどねあのまずですね私はまあ育成型移民政策言っているけど一つだけ申し上げたいのはまずあのハード面ねはもう教育観は随分あるわけで,で空,きあ、まあ、空きが多くなっていくとですからそれを使うということで。 ただ教職員なんかはですね日本人の子どもに対する教育は得意だけど外国人を教育したのは不得意ですかそこは徹底的に教職員をまあ外,国人もですね外国人に対する教育日本人に対する教育を同じようにあるという考え方を改めてもらわないとだめだし外国人に対すする教育法をずいぶん考える必要ありますそれから日本の小学校中学校ぐらいは日本人の子どもに対してですね外国人移民と接し方付き合い方 それからあのど,うどう向き合うかともちろん差別なんかダメだと要するにあのいろんな民族文化の違いがあってもこれは程度問題に過ぎなくてそれぞれの民族はそれぞれの文化はあのそれが正しいと思ってやってるんだとで日本人も自分たちの文化を大事にしようとこういうようなことをずっと子どもから教えていただきたいと思ってますそういうことを変えるに金はいるけれどもそこは大したことないだろうと思ってます。問題は 事業料とかあのあの、まあ、量みたいなもんこれは作っていかないと駄目だと私はですねあの実はこれもあのあの長期的な間違いなくペースすですけどあの移民銀行なんか作ったらどうだと思ってますこれはですね、まあ、日本政府も金出しそれからあの,あの機関投資家なんか金持ってるところから出してもらって。 1>, 1兆円ぐらいの出資金で,で要するに意味として来た人最初に来た人というのはこれ何もなくて来るわけだから当面の,あの生活環境を整えるためないしは勉強学校で勉強するためそれからあのまあある程度なったらあの起業したい人もいるでしょう。そういうい人のために まあ300万ぐらいを上限にです、ね、あの無利子無担保で貸してで5年間入国5年ぐらいはあの返済を猶予してその後は返してもらうというのはでまあターゲットは1,000万人の移民とでそらくその人たちは勤勉に働いたらそこにも今度あの預金もするでしょうしそれからそれをもって本国へも送金するでしょうし、まあ、その他いろいろあったりしてあの企業家なんか増えてきたら。 その人たちからのもリターンもあるでしょうしまあそういうそういう移民銀行みたいなのを作ってそこが奨学金みたいに出すというような構想もあるしだけどこれはですね実はそうやってもですね間違いなくその人たちはあのあの移民ですから納税も働いて、まあ、所得稼ぎ税金を納めますしそれからあの 年金社会保障制度は支えますでおそらくこれはまあ計算したらすぐ分かることですけどそういう最初の教育費その他に使う金よりはですねこれはまあ何,何倍どころか何十倍になってリターンしてくることは間違いありません。例えばですねあの年金とか社会保険制度について言えばもうこれ意味入れなきゃもちろんもう崩壊ですけどね逆ピラミッドみたいになるわけだから。仮にですねあの 20ぐらいの人を入れて留学生に迎えて、まあ、授業料とか面倒見たら移動してしかしその人たちはね少なくともまあ働くようになってからそうですけど50年ぐらいはですね年金とか社会保障制度を支えてくれますよ。そ医療保険なんかもおそらく病気もしないだし支えて,おいて50年後ぐらいから順次もちろんあの年金受給者とか病気したりしてあの医療保険とかの世話になるでしょうけどね。しかしかそのの年ぐらいの間 にはの恩返しににははすすごい額なると私は思ってますこれはあの今までの,あの,あ,のあの計算からこれまだみあの見返ったくるぐらい計算すれば出てるすぐ出てくるんですけどそれはそういうことを覚悟の上で最初にやっぱり投資して人材育成教育に大きな帰りが来るとでそういうのがまああ,のあるアメリカの人のはそれはさかなさんといったらスマートな あの移民政策だとこう評価してくれましたけどまあこれはまあ世界の他の国はやったことないあれですけどそ,しそういうことをやったらどうだと妙うですな、ね、公共事故とかなんかそんなのやめてあの外国人の教育に投資するとこれは必ず何倍かになって返ってくるとそ,れはその象徴みたいな日本の移民政策の心臓部にあたるようなこととして移民銀行を作ったらどうだとこういうことをまあちょっと提案しております。 わかりました。えっ、ー、とあのそれでは私の質問をこれくらいにしてあの会場の方から質問を受けしたいと思います。あのいつものように、えー、所属それからお名前をお発揮させて、えー、ということでお願いします。あのどなたでも結構です。はい、えー。個人会員の。 山内と申しますけどもちょっと年寄りの妄想じみたことで失礼なんですが、えー、さっき若い方が「100年に一度の革命」という言葉を使われたということを聞きまして非常にショックを受けたんですけれども私はこの革命が必然だろうと思うんですけれども歴史的必然だとは思うんですがそれが資本による革命なのかあるいは流血の産地なのかというふうに考えますと。 先生がおっっしゃったように奈良町には蘇我氏と物述氏が戦っておりますしそれから幕藩大戦の時には天草の城と多分徳川幕府が戦ってですねものすごい殺し合いをやっているんですねで,ですからそういう戦争がそのどういう流血というものをもたらすかどうか知りませんけれども私は一番恐怖を持っているのは権力ではないかというふうに思うんです。 国民はおっしゃるように非常に柔軟だと思うんですしかし権力はどういうふうに現に現在の官僚制というのは非常にその先生も官僚におられたからご存知のようにですね、えー、その点は一番遅くんですねこれをちょっと先生ものご経験からも伺いたいんですが妄想ですいませんいいえ実はあのここ 中間現代が先々週だったんですけどね人口減少社会革命と言って書いてましたですねでまあその革命というのは人口が減っていくこと自体がですね、まあ、人口革命からものすごく革命的なことだと、まあ、要するにそれは日本があの崩壊に向かうことを言って革命と言ってるんですけどね 現代の革命は流血はないですよもちろん。で議論しながらです、ね、若い人が言ってるのはそういうことをしながらあの国民世論を動かし政治を動かしで官僚はですねですから私はこれこういうあの移,民外移民と、まあ、国民との関係というのをこれ どうううすするかいうのははもうこれは難問です、まあ、そこの部をねうまいあの仕組みを作らないとダメなんでそこの時にですね私はあの、まあ、移民庁構想なんて言ってますけどしかし実はですね最近ちょっとまあ移民銀行なんかも言ってますけどあの市場原理に任せた方がいいんじゃないかなと思ってす要するに移民の側か外国人の側がですねあの あのまあ教育に対する需要があったり住宅に対する需要とかそういうあった時役所がですねあの移民に対する住宅とかあのあの教育を供給するというかやるんじゃなくてあの要するに民間の教育官が外国人教育を当ったらいいしまあ家作るんだったらあの民間の方がそれに対する需要に対して供給するとこういうそういうちょっと世界にあまり例ないような形で民間主導でですねあの 移民をうまく社会にこう、包み込みか受け入れるようなことを。あの。やると。そういうことで、流血じゃなくて、静かな <laughs> いいね、あのソフトな。ことをやりたいです。しかも。まあ。私も実は、日本はいい国だなと思いましたですよ。こんなね、あの、このね。あの、世界経済フォーラムの。 意味政策の向かいでです、ね、私はまあまあ逆らかひでのようにひどいので自分の責任であれしたんですけどこれ政府の関係者にも私はこういうことを言ってくるよとこういうことはあの一応ペーパー配った上で言ってきたんですけどまあ今まだ政府の方針じゃないし役所の方針でもないから「中に行ってきます」から言ったら何も言わなかったですけどこんな大胆なことを世界に行ってきてですねで帰ってきたこんな記者会見やれるのは。 いい国ですよ、こんなね、こんな、こんは首が吹っ飛んだり、これ、魚がなんちゅうこと言ってんだと言ってこう、殺されるわけじゃないし、まあ、殺されるはあの私一人でいいけどね、まあまあ、まあ、最後殺されたら、それはまあ、名誉の、あれで死んでいけばいいと思ってますけど、まあ、しかし、本当いい国ですよ、銃、そんな流血みたいにならないですよ、言動の銃があるし、で私はまあ民間主導でやってほしいですね、この,あの移民政策の吸い込みは。 い役人だったけど、私も今あの役人辞めて、自由にこんなこと言うのが一番ハッピーと思ってますので。まあよろしくお願いします。あはい、えっとあの、え、N. H. K. の O. B. ですが。あの,あの昔ですね、あの O. D. A. でね、あのシンガポールなんか行ったことあるんですけどね。まああちこち、まあ世界中行きましたけど。 その時にです、ね、シンガポールはねあ財産を3,500万とか4,000万持っても,も無条件に入れちゃうんですよねそれからまたあのアメリカなんかはね高度な能力を持ってる人は何とかつなぎ止めようとしますねいろんなポストを与えてだからまあある程度そういうところも必要なんですが、まあ、そうじゃなくて全く一般人を入ていくという場合ね いろいろおっしゃったことに加えて雇用をどうするかということが一番問題なんでそうすると日本経済の,その見通しということにもなってきてと1,000万人をねじゃあどれくらいずつ入れていくかというどれくらいそういうことができるんだろうかというのがまあ一つの問題でからもう一つですね私あのロンドンスクロール・ブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンスっていうところのフォーラムの会長をしてますんで、まあ、よく G8 なんかも行くんですけどあの。 とですね、1920年代にです、ねあのー、オックソードの学長とそのロンドンスクロービック・クリックさんとポリティカル・サイエンスの、ねあのー、学長が、ね、連名で、ね、予言を出したんです予言というかまあ一応の解析なんですが要するに1960年代になったらあのイギリスもドイツも、まあ、まあドイツはイギリス、フランス、ベルギーなどがです、ね、みんな人口減少社会に入ると。 いう前提のとでんころが実際全然そうならなかったですねでこれをおっしゃっているようにですねあの移民をどんどん特にあの昔の旧植民地なんかの人をかなりいい条件で入れてますから、まあ、そういうことがあったとは思いますで、まあ、しかしまあ日本はまあそういうのはないんですからどうやってそれをやっていくかとそれからもう一つはあの合計特殊出生率っていうのは問題で。 あの実は私は1997年のまあ11月18日でこれはなぜ覚えてるかっていうと北海道特食金庫が潰れてその後山市が潰れたんでその時にあのイギリスの政府でねあのシンクタンクで日本の経済はどこへ行くのかという講演を6ヶ月前からさせられるようになってて行きましたらね <laughs> そういう場合だったんですがその時にですねあの日本の合計特殊視聴率はですね1.43だったんですねそれが1.28ぐらいに減ってってまあ1.3ぐらいに戻ってきたかなと。 まあ要するに2.01であればこうサステナブルにいくんですよそうするとかなりギャップがありますよねだそうするとそのまあ,あの適切なる合計特殊視聴率はどれくらいがいいかとあの実は今あの岸信介総理が作った財団の一つでちょうどあの明石さんっていう人があの会長してますが人口問題なんとかなんとかってこれいろいろ予測やって学者全部集めるでそこでのねあの この前で出してきた私もちょっとメンバーに呼ばれてるんで見てますと1.81なんですよ1.81といってもねなかなかこの1.3いくつからは難しいんですよねだからまあこの辺総合的に考えなきゃいけないんですがあのそちらの方の,その移民の方のあれはですね合計特殊視聴率をどの程度でもって計算してるかとかまあその2つか3つの質問をちょっと。いい 最後ですけれどもです、ね、これ、あの私はその人口問題の専門家じゃないんですけれども、私はこういう認識を持ってますあのあの、少子化というのはです、ね、どうもあの日本だけじゃないですし、もちろんあの中国も韓国も、まあ、日本以上に少子化ですけど。 どうも教育水準が高まり産業構造がまあ第一産業から他の産業にシフトしそれから都市化が進みそれからあの女性の地位向上というか社会進出要するに一言言えば文明の成熟とともに少子化時代に入りにい,いくんだろうとおそ、まあ、らく人類は人口は90億ぐらいまでまだ2十世紀十1世紀のまあ半ば以上ぐらい前後半ぐらいまで続くんかもしれない。そこからは 急手直下でで人口減少少社社会会あるんでしょう少子化社会アフリカ辺りとかインド辺りは遅いかもしれませんそうなると思うんです。でそういうことからすると透明世界の国も全部なるんで日本は先頭に切ってあるんですけどある程度こう取り合いになるけれどもよりよいより魅力的な日本ということでアジア世界から優秀な人材を受け取ったら取ったらどうだということで基本的には立ててます。で実はです、ね、あの人工学者より、まあその 赤石さんの言ってるところの1.8なんていうのはこう、まあ、まあなかなか難しいしそれからあの人工学者が言っておられるよりもう来年から、ね、2.1の,の,の子ども出生率になってもです、ね、実はあのあの30歳以下というんですかね、まあ、これから結婚式子ども数は絶対数が少ないもんですから今世紀中は人口増加基調にならないとこう言ってるんですよね。 まあ、そ,そうなんですあの日本はあのいわゆる2を切ったのが今からもう三十数年前に切ってるわけですで現実に人口減なるのが2005年なんですけど今度ですね人口増に向かうのはですね私のこれは想像ですけどそらく人口学者の一点と当たってるんでしょうけど小産消費というか要するにもう行くとこまで行ってあの生まれてくる人も少ないけども少子化が行くとこまで行った人が年寄りとっていうから小産消費死ぬ人も少ない時代。 からですね、若干あのあの何て言うんですかねあの出生率が2を超えるようになった時からしかしそれかってかなりエネルギーいるかもしれません要するにもう国全体の,こうあの子どもを作ろうと結婚しようというか作ろうというエネルギーがどこまでとじゃそういうことの中でですね移民、まあ、を入れていって移民入れるとですね実はその。 まあ私が言ったの生まれる人も移民を感情に入れれば出生率が1.7ぐらいでも移民を例えばその時でも年間に10万か20万入れてることによってそういうところでですねこれも本当に私はもうちょっと大胆にもちょっと書いたんだけど例えばこの世紀末頃に7,000万ぐらいで生死人これは移民を感情に入れてですけどね。 でまあ、別にああのイギリスとかフランスとかドイツを理想とするわけじゃないけれども日本の国土からしたらせめてイギリスとかフランスとかドイツぐらいのところで止まってて20世紀あ2 0世紀そのためにはこう今1,000万ぐらい入れてあの50年後1億前後ぐらいの人口で支えてそれからまあ3,000万ぐらい2 0世紀の法案 あれしてそこでも移民を少し入れながら出生率がある程度カバーするようなところで7,000万ぐらいあってまあそれなりの国として存在してほしいなと思ったりして、まあ、それがまあこれこんな言ったら怒られるかもしれないけどスペインとかポルトガルみたいになって困るなと思ってです、ね、100年後ね、まあ、せめてまあイギリスとかフランスぐらいの存在感を持った昔こんな日本があったと。 世界第二の経済大国だときは今が落ち込めたってってもこのぐらいそれぐらいのことをね、まあ、そんなを議論したらどうかなと思ってますけど、ねまあ、ちょっと余談ですけどそれとですねどっから入れていくかという話、まあ、私はあのもちろんあのシンガポールなんかの私移民政策とか外人政策なんて嫌いでしよああいう国の真似する気はもちろんありません。でそんんな金持ちとかかてうですね 高度の人材だけを金に戻して取るなんてそういうケチな国民になる必要ないと思ってますから日本で育ったらいいしでただ私は一番危機感持っているのはやっぱり第一次産業農業林業水産業の分野これはまあ農業の大革命ともなんですがあそこに入れてですね耕作放棄地がどんどんどん増えるなんてとんでもない話でそこにまず入れたいと。 それとあの医療介護の分野にはもう少なくとも50年間はもう少子高齢化が一方的に進むわけです50年間は医療介護の分野にかなりの数に入れないと駄目と思うます50年過ぎたらもういらないと思いますけどねでそこにある程度集中的にこう入れていくことを国全体で考えるそれと私は町工場ですねだから日本の工業専門学校とか職業訓練学校です 鍛えてその人たちを町工場就職これは日本の技術とか、それは持ちこたえないとまずいんじゃないですかね、そういうところにまず入れろと、それとまあ2つ目の質問に対するお答えはちょっと私もまあ,あれですけど、まあそ、そんなでご勘弁願います <laughs> どうもあの、まあ、そういうことを私、個人的に思っているということでなんか参考にしてください。はい、他に、えー、とどううしようかなじゃ,あじゃあ、まずまず <laughs> あの個人会員の松浦と申しますあの僕自身が定年後あの半年フランスで暮らしてるんで、まあ、半分移民みたいなもんであのなかなかあの年,年金も出ますし、えー、健康保険なんかもあって移民にとっては暮らしやすい国なんですがあのヨーロッパで今その摩擦が起こってるのはむしろ経済よりも文化的なことじゃないかなと思ってそこでちょっとお伺いしたいんですがいいいいその フランスとイギリスとで非常にその国の在り方が違うと思うんですね、うん、フランスはやっぱりあの強い国家のもとに同化させるとあのそれぞれの,その共同体を許さない共同体主義っていうのは非常に嫌いますよねですからイスラムのベールも駄目だしあのそれぞれの,その文化をグループとしてパブリックの場で維持することは許さないというやり方ですしイギリスの場合はその。 うんそれぞれのコミュニティを作ることをむしろ奨励しているようなところがあって、うん、それあの多文化共生って言っていいと思うんですがであの今年ロンドンにちょっと行ってみたらそのフランスに比べて非常にこう人種間の緊張感が少ないみたいでその街の風景もずっとリラックスしてるんですあ<ー>あのまず空港に降りたらあの警官がこうベールをかぶってたりしてあんなことはもうフランスではもちろん考えられない、うん、想像を絶することなんですがでこの方が。 いや僕あのむしろ多文化共生という方が時代に即してるのかなと思ったんですがで帰ってからあの、えー、イギリス人に聞いてみたらあのいや自分たちはフランスが羨ましいって言うんですねもうこの国は自分たちの国だと思えなくなってきたって言うんですよ。それでまた考えちゃいましてああ <laughs> それからあのメルケル首相がも多文化共生は破綻したとかあのデ,ンデンマークとかスウェーデンとか。 オランダでその教とかポピュリストがその移民排斥で影響力増してますねですから多文化共生あの先生の考えてらっしゃるのがその日本のモデルというのが多文化共生なのか同化なのかであのパンフレットを読みますと多文化共生という言葉を使ってらっしゃるんですけども多文化共生というのにはもしかしたら問題がないかあのもう一つすごく印象に残っているのはあのフィンケル・クロートっていうあのフランスの哲学者が。 多文化共生社会にはユダヤ人の将来はないと言ったんです、ね。ですからそのいろんなその大きないろんなコミュニティイスラムとか中国とか韓国とかいろんなコミュニティが日本の中にできて、でそこでマイノリティができたときにあのそのマイノリティは国家が守らなきゃいけないとそれがフランスの考えだと思うんです、ね。ですからあのヨーロッパでそのイスラム圏から来た人たちが どどんどん増えてあのシナゴルが襲われるとか昭和の教育ができなくなってるとかっていう状況があるとユダヤ人としては多文化共生はやらないでくれとフランスの伝統的なその強力な国家が個人を守るというそういうシステムを続けてくれという書いてあったんであこれはなるやっぱりそこにはその長い何て言うかいろんな民族の何て言うか 苦労した歴史が表れてるなと思ったんですけどもまだその日本の場合は始まる前に何かそのどういう国の形にしていくのかあの僕自身はそのフランスみたいなあのやり方での,そのいろんな民族のやり方っていうのはかなり暮らしやすいんであの本当は好きだったんですけど最近はちょっとあの非常に迷ってどうしていいのかわからないんですが。 どういうビジョンをお持ちなのか文化日本の場合はそのむしろ多信教的なところがあるんで多文化共生でもうまくいくというふうに思ってらっしゃるのかあ私はあの昔1975年に書いた論文でも残事公事案とか当時のマスコミの神父的文化人から同化主義者へと戦えたんで20年ぐらいバッシングを受けた人間ですけども私は外国人政策というのはやっぱりですね 最後はやっぱり国民としてまとまるようなあに育てあげるのが究極だと思うんですよ。しかし、あのー、私は当時も言ったんだけど、そ,その信念とか信条とかですね。固有のまあ宗教みたいなのまで変える。なんて土台無理だから、あのそういうのはまあ尊重した上でですね。うまい具合に自然にこう。日本が好きになり、日本に溶け込む。 で実はです、ね、私自身日外学人の人たちとずいぶん付き合ってまして付き合ってるから彼らはいくどうに言うんですけどねあの日本のこの何とも言えないこう自然とかそれから日本人のこう持ってるこう何かあのなんて言うんですかねあの約束を守るとか単純にはもう本当に約束を守る嘘をつかないそれからあの責任いったことはちゃんとやるというのうなそんなのが。 そういうい日本人が好きだとこ,んなこういう国民はいないとこう言ってますそれから日本料理もいいとだから私はねほっといてもねある程度ねあのフランスとかイギリスとはちょっと違う形での、ね、いい社会まあその根底にはあの多様なそのあれを認めながらも日本国民として団結するようなそういう社会が作れるんじゃないかというちょっと思いをま 実はイギリスがですねあの多文化と言われたんですけどどうもね世界はですね多文化じゃなくて私は多文化という言葉を嫌いだから使って多民族と言ってるんですけどねあんな文化なんて抽象的なことを言ってるからちょっと駄目なんですけどね実はイギリスはですね確かにあの外国人のコミュニティを尊重したあれはねイギリスの植民地支配の時もそうですけど伝統ですけどね自分たち勝手にやっときよとでイギリスには絶対そこに入っていかないんですよ。 であれパキスタン人のイギリス国民たるパキスタン人があの地下でテロとかバスのあれやった時にね旗とイギリスに気が付いたんです彼らとの交流全然なかったなとで今頃からやろうと言ってるんですけどですからああいうのはですね本当に孤立したあのコミュニティをどんどんどんして黙認してただけとでイギリス人も反省しだしてるというんでフランスの方がね実はあのまともに、まあ、勝負してるんですあそこね。 だからフランス人はも私立派だと思ってるのはいろいろ問題あるけれどもねフランス人とあの黒人の婚姻率が二十数パーセントエマヌル・トットさんという、まあ、あの移民問題のもうさ世界の権威みたいな人ですけど自慢そうに言ってますけどアングルサクセスと違うと我々はアウリカ人と結婚が 2, 2>, <laughs> 2割ぐらい、まあ、確かにそうなんですよ。であの だけどフランスもねやっぱりもともとはそういう体質ですけどねあのフランス語とかフランス文化愛せないのはもう帰れといてあのあの <laughs> 大統領言ってますからあそこまで言うのかなと思ってね私なんかああの同化主義者って批判されてあれ以上同化主義者ないですよねだからまあ私はその中間みたいなんでですけど私はもう役にやってたこともしやっぱり国民として国家としてまとまらないと駄目だということですからやっぱり。 統合とか学者が言う社会統合とかそれを自然な形でそういうところでそれは日本の日本人の持つこうホスピタリティの精神とかそれから自然環境料理その他いろんなもの総合力でそういう私はこう,こういう言い方したら日本化させる力がある民族じゃないかなと。 思ったりしま,すまあこれもね昔の話どうだったか知りませんけど縄文人がまあ何万人かいた中に弥生人か朝鮮半島とか中国から来た人がいてねあの人たちは縄文人のね日本人の,あのまあもともとの原日人みたいな人を皆伏にしてないんですよね。でまあ結婚したりまあ共存しながらこう来てるところからするとこうまあなんか可能性はそういうふうにかけたいですけどね移民族ともうまくやってきたような。 そういう D があるんじゃない DNA <laughs> まあ答えになってませんけど、はい、それと先ほどおっしゃられたね移民に対する教育はね教育だけじゃなくて就職これはもう鉄則ですよというのはフランスとかドイツが失敗してるのはですね移民2世に対して教育が十分じゃなくて低学歴で就職がまともじゃないから暴動を起こしたんですですから教育をして社会に提供してもらいであのドイツ語なりフランス語を話す、まあ、日本の場合日本語で就職したら それはねあの問題を起こさないんですよ。もうこれは移民のずと見てて就職支援が一番大事です。この就職さえちゃんとしてもらえば、だからそれだとどれくらいの機能が適切か、うんそうです。そそえそうなんです。そうですからだけど少なくともねあの日本のこの今の持ってる経済まあ世界企業みたいなのあるわけだからかなりねあのあの人材さえいい人材入れればねまだ経済持つんじゃないかと私は思ってるんです。今だったら。 雇用する力と思ってるんですけどね。えともうちょっと時間予定の時間過ぎております。あ、最後の一問にさせていただきます。えっ、ー、とそれじゃあじゃあ後ろの方す。すみません。<laughs> あの今日はありがとうございました。あのー、まあ移民政策があの移民というのがですね、えー、将来もう必要であるというのはもう間違いないと思いますので、まあ介護とかですね、今おっしゃった農業の分野で。 ただ、ですね、あのちょっと私より異論がございまして、あの私も外国出ておりました、日本人は非常にピースフルでですね、平和的で、国も安定してて、社会保障もいいし、年金もちゃんとしてるというようなことで、外国から尊敬を受けて、まあ、その国際フォーラムでも尊敬を受けたと思うんですが、それはどうもその20年ぐらい前のまでの話で、ですね、今、雇用はですね、もうあの非正規がもう3人に1人ですね。 だからまあここにいらっしゃる方も多分私も含めて私ももうすぐ引退ですけど年金もらってですねまあ今の日本で満足してますただ若者もうすでにもういろんなとこでもう3分の1の方は非正規でボーナスもないようなもう一級市民と二級市民みたいな日本じゃなってるわけですよこんな中でしかしじゃあ移民が入ってきてえまあ学校で教育するにしては移民が社員になって日本人が非正規になってじゃそれはどうなるのか,とかですね あのこの20年で、要するに雇用形態がこういうふうになっちゃいましたんで、大変なことに今なっていると、かつての日本ではないというのは私は認識したんですあのこの間、意味ではないですが、ブラジル行ってるんですね日系ブラジル人が日本に連れてきて、あ,あれも一つの政策だと思いますが、工場ロードでいやいや車のがもう作れなくなった、なくなったらすぐ首切ってブラジル返しちゃうというようなことがあるわけですよね。 ですから、まあ、あの今、坂野さんがおっしゃいました、私も雇用と社会保障が非常に大事だと思います。ただ、雇用は、ですねやはり今の正規のと非正規の雇用形態をもう少し賃金を同一にしろとは言いませんが、しかし同一賃金に近いように持っていって、ある程度、ワールドワイドな、ですねないと日本の雇用形態とてもう世界でもとんでもない雇用形態ですから、知り合いがいればいい大企業入る、知り合いがいなかったら入れないみたいなね。 こ,ういうこれはやっぱりね、なんとかその移民を少しずつ入れる準備はしても、変えていかないと、これを変えずに移民を入れると、僕はもう大変なことになると思いますよ。アメリカなんかは80万、100万、毎年入れてるんですけど、入ってきた最初の,あの第1世代いうのは、ビルの、24時間ビルの掃除したりね、いろんなことしてます、それは要するに奴隷生活です、僕は一時、アメリカ人に行ったことありますけど、あんたたちはビルの掃除を24時間する人がいるからに80万、100万入れてるのかというぐらいですよね。 しかも社会保障なんかないです。この間、オバマさんがあの医療改革で皇室たちに社会保障をやるって言ったらもう、もう、オバマさんはそれでひっくり返ってますみんなの税金を海外のために使うのか。日本でも同じようなことが起こると思います。だからその社会保障でも、今でもこれから年金をどうするかとか、年金は20年間納めてないと年金はもらえないとか、いろんなこの日本独自の,あの世界に通用しれないルールでやっておりますね。このルールはやっぱりね、まずある程度ワールドワイドに変えていかないと、 日本,を入れば日本は大混乱するんじゃないかと思いますねアメリカはやはりねあのあのニューヨークでもメイン通りから一歩入ったら真っ暗い通りすぐ強盗来ますね悪いけど移民は多いですよ彼らは何も保証されてないですから日本はでもそういう国にならないとは限らないやはり雇用と社会保障をどうするかという大きな議論が必要だと思いますあのおっしゃる意味は分かりますけどもあの私はあの移民受け入れということを からですね、経済の活性化もできるだろうしそれから受け入れるということで私は移民に対してもあの日本人との同一労働同一賃金をの原則を守るべきだと言ってますからそれを機にですね親戚雇用なんてとんでもない話なんでそういうのも全部移民に対しても適正な処遇をするんだったら当然日本人の若者に対しても当然そうやってもらわないと困るということで全体としてあのあの 労働とかあの金、か社会保障制度、年金制度も全部あの、同じように提供していくということでやっていっていい国づくりをと、でまあ、実は今おっしゃられた年金とか社会保障の制度もです、ね、実は日本人だけ意味入れなかったら、その制度自体が崩壊するわけだから、まあ、そういうあの日本人だけの欲得でこう入れる入れなんじゃなくて、入れた形で、 しかも移民にも良くて日本人の方の若者、とりわけ若者もいいようなそういう社会をどう作るかとこういうことを研究しながらですね、一気にこの仕組みを作るところに変えないとダメだと思っています。どうありがとうございました。えー、だいぶ時間をしました。それではあの今日の記者会見を終わらせていただきたいと思います。あの恒例によりまして当、えー、クラブのネクタイをお、えー、礼としてご贈呈します。どうもありがとうございます。